こんにちは、ヘアメイクのジョージです、今回の、Vlog はカフェ巡りをしていきたいと思います。イエーイ。まず一つ目のカフェは、大好きな、ね、ドーナツ屋さんでもあるんですけれども、ノーテッドに来ました。こんな感じ、かわいい。今日はちょっと天候も悪いので割と空いている模様。かわいい。ここはカフェなんだけどノーテッドのグッズとかも売っているお店です。行ってみましょう。ゴー。何回か食べたことあるんですけど、この普通のノーマルタイプが一番美味しかったです。ミルクティーなんですけど、アメリカンにすればよかった。アイスアメリカンですね。激甘です。フォークとかもついてるんだけど、これも可愛い。いただきます。美味しい。見た目よりも甘すぎなくて、クリームが意外とさっぱりしてます。で、周り の、 あの生地がふわふわなんだけど軽いので、すっごい食べやすいです。手が汚れなくていいよね。お土産に買って帰りたいぐらい美味しい。2つ目のカフェはアーターエラーのカフェにやってきました。すごいよ。コンセプトがもともとお洋服屋さんなんだけど、3階にカフェがあってこんな感じ。隠し扉があったで、あ、こっちにカフェが。わあ、すごい。ソールドアウト、ソールドアウト、ソールドアウトだよ。食べれ、あ、これはあれか、オブジェか。すごい。今日はこれなのか。ついてるのか。これ食べ方難しい。切れた。あ、すごい。見えるかい？こんな感じで。おいしい。思ったよりめっちゃ美味しくないですか？めちゃくちゃ美味しいです。あんこみたいな。クリアンみたいな感じって思いました。味の説明がすっごい難しいんだけども、抹茶ではない。抹茶ですよね。抹茶でないですよね。抹茶なのかな。栗ですか。栗なのかな。なんかペーストですね。ペーストのなんかやつ、うん、おしゃれな空間なんでみんなも来てね。今日の夜はですね、ルーフトップカフェバーに来ました。行ってみたいと思います。これ19階で、わあ、すごい。めちゃくちゃおしゃれ。今日はですね、ハンガン寺院駅の近くにあるパンナムドンエリアのですね、チュロスを、ずっとですね SNS で気になっていたので、今日は12時オープンなんですが11時から来て
順番をゲットしました。こちらをゲットしました。ちゃんと食べれるんでしょうか。になります。あともう少しなので待ってみたいと思います。あー来たー。私はディープチョコレートのセットにしました。これにチョコにディップして食べます。ラテも頼んでめちゃくちゃ嬉しい。最高についてる。楽しみすぎる。早速食べていきたいと思います。まずはノーマルから。サクサクでめっちゃ美味しい。美味しいです。かなり美味しい。はい、ということでカフェまた来てみました。ですね、今ミョンドンにいるんですけれども、ミョンドンにコーヒー島ができたので、ミョンドンのコーヒー島にこれから行ってみたいと思います。ちょっと分かりづらいのでちょっと道案内しますね。ミョンドンの駅の3番出口を出るとセブンイレブンがあります。セブンイレブンを横ですね、上がっていくとあるんですが、すごく分かりづらいので、でそうすると出たこっちです。コーヒー島、じゃーん。新南標にあるとか安国にあるんですけど、あのミョンドンにあるので、気軽におしゃれなカフェを楽しみたい方はおすすめです。私はこの抹茶ラテとアールグレイティラミスを食べに来ました。ゴー。営業中。こんな感じです。これがアールグレイティラミスと抹茶ラテです。これを混ぜて食べます。ちなみに髪の毛を切ってきたのでいい感じです。以前、YouTube で、Vlog の時にあげてるので、そこの匂いに似てるのでぜひ見てください。美味しい。甘くなくてめちゃくちゃ美味しくて。いただきます。久しぶりのティラミスはよだれが出るほどうまいです。マスカルポーネチーズがちょっと程よく残ってて、めっちゃ紅茶のアールグレーの味が鼻に抜ける感じっていうのか、割と大きいんだけど結構ケロッといっちゃうぐらいな感じです。めっちゃ美味しい。はい、ロンドンベーグルミュージアムで今回はオニオンのやつを、大人気のやつを買ってきました。でこれお持ち帰り用ですね。今日は、最終日なのでこれを持って帰るように。で保冷剤バッグもつけてくれました。これはイチジクと、ナッツのクリームとガーリック&スプリングオニオンクリーム、で前回美味しかったアールグレーのミルクジャムですねを買ってきました。ノーマルタイプと、あとブルーベリーのものと、あとチョコチップのものも買いました。じゃあこれせっかくなので食べていきたいと思います。じゃあ早速食べていきたいと思います。あ、できた。こんな感じです。いただきます。うん、美味しい。前はハム入ってるやつ食べたんですけど、このサマークリームオニオンがめっちゃ美味しい。このパンは塩ベーグルかな。めっちゃ美味しいです。うん。ホテルのチェックアウトの時間が。あと10分。10分時間ない。なんか日本でもこういうベーグルあるといいなっていうぐらい、毎日食べたいぐらい美味しい。なんか普通のベーグルよりなんかもっちもちで、硬いって感じじゃなくて、ね、もちもちしたパンって感じ。おかず系もあるし、甘い系もあるから、もうほんと友達とシェアしたりとか。前回持ち帰りしたんだけどめっちゃ美味しかったので、なんか保存方法とかも普通冷蔵だったら3日間持つし、
冷凍だったら2週間ぐらい持つって書いてあったから、普通のノーマルタイプのとか、あの塩パンとかそういうのにしたら全然大丈夫だよ。